こんにちは、ゴルフコーチの吉本匠です。今回は安定して100を切るために必要な練習ドリルをご紹介します。で、このドリルいくつかあるんですが、本日はそれの中から1つのドリルをご紹介します。この安定して100を切るためには、このスイング中の両腕の力のバランスというのが重要になってきます。で、どうしても右利き、右打ちの方というのは、スイング中にこの右腕を面に使ってスイングしてしまうという方が多くいらっしゃいます。で、そうすると少しこう右腕が暴走してしまうと、スイング中にこのクラブのヘッドの軌道が不安定になって、クリーンヒット率、ナイスショット率が下がってしまうということがあります。で、今回この右腕が暴走せずに左腕がしっかり意識できてスイングするためのドリルをご紹介していきます。で、例えばトップのポジションからダウンスイングを下ろしていくときに右腕が暴走してしまうと、ダウンスイングで右肘が伸びていってしまって、で、この右腕が伸びた状態でボールを打って、少しこうためがほどけてしまって飛距離が出なくなってしまいます。この理想的なこのダウンスイングというのは、この左の腕というのが先行してリードしてスイングできるのが理想的になるんですが、その時に重要なことというのは、左手の下2本の指の小指と薬指、この2本の握力がしっかり緩まないというのが理想的になります。トップのポジションから右手を使いすぎてしまうと、どうしてもこの左手のグリップが緩んでしまって右腕に頼りがちになってしまいます。で、ダウンスイングでしっかりこの下2本、左手の下2本の指を握って、握力が落ちない状態で握って左腕がリードしてダウンスイングするための方法をご紹介していきます。で、まず用意していきたいのが T になります。こういったドライバー打つような T になるんですけども、できればですね、こういった木の T のこの細い T ですね、あんまりこうプラスチックの太い T ではなくて木の細い T をご用意ください。で、アドレスを構えた時に通常のグリップで握ります。で、この握った時にこの T をですね、左手のこの指、下指2本の小指と薬指の間にこのように入れます。で、この2本の指でこのようにグリップを握るようなイメージになります。イメージとしてはこのグリップの真下にこの T をこのような感じで握るようなイメージになります。で、この状態でアドレスを構えて、まず最初は素振りをしていきます。で、この時にですね、この物理的に左手のこの2本の指の下に T があるので、しっかりですね、この2本の指の感覚をつかむことができます。で、さらには少しこう出っ張っているような感じになるので、グリップ握りやすくなって意識がしやすくなります。で、この状態からスイングしていくんですが、スイング中にこの T が落ちないようにしっかりこの2本の指で T を握って落とさないようなイメージで素振りを行ってください。そうするとこのスイング中にこの2本の指の握力をしっかり握った状態でスイングできるので、結果的に左腕が手動でスイングすることができます。で、この2本の指をしっかり意識できると、ダウンスイングで無理に右腕で打ちに行かなくなりますので、ダウンスイングのこの右腕の暴走というのも抑えることができます。このドリルはですね、もうすぐに行うことができますので、ぜひですね、この T をこの左手の下2本の指に挟んで素振りを行ってみてください。